従来の製品の特徴です。まあ皆さん、あの、経験しているようにですね、物を買うときには、まあ店舗に行って、まあ買い取りで、まあ販売されて、まあそれを所有するということが行われます。また、その買った時点から、まあ機能の変化はないということがあります。製品の機能が陳腐化したり、製品が壊れたりした場合に、次の製品に買い替えるということです。 もう一つは保証期間があって、もし製品を買った時点から一定の保証期間の間に製品に不具合が発生した場合は、無償で不具合の修理に対応してもらえる。このようなことが現在の製品の特徴かと思います。さらに、従来のビジネスの基本サイクルです。企業ではですね、物を作るときにまず開発をして、生産をして、販売をして、 そしてお客様から、まあ、あの、お金をもらって、えー、企業はですね、利益を得ると。で、お客様からですね、えー、まあ、様々なフィードバックをもらって、そしてあ次の製品に活かしていくということです。で、企業の中ではこの開発、生産、販売という流れが、ま、流れていくわけですけども、これがな、プロジェクトというもので、 このプロジェクトのサイクルをですね、いかに早く、そして確実にまあ達成していくか。で、そのサイクルを早く回すということが企業の成長にとっては重要であるということです。これがですね、従来のビジネスの基本サイクルになります。えさて、そのインターネットの利用というのはどのような状況かということですけれども、個人に関して見てみますと、幅広い世代でインターネットの利用が進んでおり、 インターネットにアクセスする機器も非常に普及していると。まあ、例えば利用状況というのを見てみた場合に13歳から59歳の95%以上の人がまあインターネットを利用していると。ちょっと見にくいですけれども10代から50代を見ると97-8%の人がまあ使っているという状況です。 さらにインターネット利用機器の状況ですけれどもスマートフォンは70%の人が使用してますしパソコンは約50%の人が使用してますで、まあ、このグラフではですね使用者が減っているように見えるとこれはあの令和2年と3年の、まあ、例ですけれどもこの下の方の、えー、パソコンに関する令和2年の方よりも令和3年の方が少し減っているというふうに見えます さらに、年齢階層別のインターネット利用機器の状況です。13歳から59歳までの80%以上の人がスマートフォンを使用してますし、パソコンは20歳から59歳の人で60%以上の人が使っているという状況ですで。パソコンに対してスマートフォンは幅広い年代で使われています。 このためスマートフォンの利用中心に考えるということが今は重要になってきているということですさらにインターネットの利用の目的と用途ですそのインターネットっていうのは、まあ、皆さんが経験しているようにですね生活のあらゆるシーンで使われておりその利用は急激に伸びています、まあ。電子メールというのもありますし SNS もありますしさらに、まあ、オンラインでの,あの会議を行う。 あと動画投稿サイトの利用というようなものも伸びています。さらにですね、今後伸びそうなのはオンライン診療の利用というのもありますし、商品サービスの購入もさらに伸びる可能性がありますし、金融取引もさらに伸びてくるということでですね、インターネットというのは生活のあらゆるシーンで使われるようになってきているという状況です。 このデジタル化の進展とその影響ですけれども、このようなですね、あのスマートフォンが普及してきたということとか、あとその様々な IT テクノロジーが発達してきたというそのデジタル化が進展していることでですね、下記のような影響を生んでいます。 このデジタルサービスというのは空間的とか時間的な制約からまあ解放することになりますけれども、それが生む影響としてはですね、ここに書かれてます。4つの変革があります。1つはあらゆる活動がウェブ上で完結する。これはサービスプロダクト変革ということ。2番目が無形のサービスが価値の源泉となっている。これはサービスビジネス変革です。 3番目が企業とユーザーの距離の短縮ということでデジタルマーケティング変革が進んでいます。さらに無形のサービスの拡大によるユーザーの意識変化ということでビジネスモデル変革が進んでいます。